お疲れ様です。うなさんです。めっちゃ響くな。お久しぶりでございます、見てわかる通り故障しました。まだ完全に、部屋が、整っておりませんので、このように撮影しておりますが、ご容赦いただければと思います。もう少しね、ちゃんと撮ろうかなと思っております。で、来週なんですけど、福岡に帰って、まだ福岡の方の自宅は、残っているので、片付けに帰ろうかなと思っております。皆さん、東京のこの環境の撮影ね、楽しみにしていただければと思います。もう少しお待ちくださいというところですね。はい。で、今日なんですけどなんていうと YouTuber っぽいですレッドイングのヘリテージっていうこのアカウントあるじゃないですかね。このアカウントの方で、何やらまた、赤羽野郎が、動き始めておりますので、ね、情報共有と思いまして動画撮っております。まだね、詳しく内容出てないんですけど、おそらく、こういうものになるんじゃないかなっていうところですね。はい。で、これですよ。ね、もう見てわかる通り、アイアンレンジャー。レンジャーの、何やら、このモスグリーン色の革を使って、黒のソールがついているというものが出てくるようですね。カミングスーンと、フレッシュテイクオンアーオリジナルインアルパイン。アルパインポーテージって書いてますよね。だからもう答えは出てるんですけど、このモデルですよ。実際持たれてる方いらっしゃると思うんですけど、8828の、クラシックモックですよね。はい。このアルパインポーテージの革を使ったものが出てくるよってことです。はい。で、このアルパインポーテージってとても、この緑色のこのアースカラーで、非常にその何でしょう、ポーテージレザーってことで、表面の加工の少ないね、ものだったりするんですけど、とてもおすすめだし、僕自身は、買いたいと思ってる革の1個だったんですよ。ね、ピロンって。また仕事の依頼入ってきましたけど、サクッと動画撮りましょう。で、先日この動画でも話している通りなんですよね。で、緑色のこれはラフアウトのレザーですわ。ね、この動画でね、話をしているこの緑色のラフアウトレザーの時も話をしていたんですけど、緑色のね、レンジャーが出たら買いたいなっていう話少してたじゃないですか。このね、革と違うのは、緑色のそのラフアウトじゃないっていうのが、少し購買意欲が下がる部分ではあるんですけど、この緑色のレンジャーに関しては欲しいなと思ってたところ、また触手が動きそうな感じになっているというところですよね。で、この色のね、レンジャーっていうとご記憶に新しい方もいらっしゃると思うんですけど、覚えてないですか、このモデル。多分持たれてる方もいらっしゃいますよね。このチャコールラフ&タフっていうこの名品ですね。8086で、もう今は、買うことのできなくなりましたよね。はい、このチャコールラフ&タフの、モデルがとてもいいなと思っていたところ、少しね、雰囲気、明らかにアルパインポーテージの方は緑なんですけど、雰囲気に似たものが出てくるよっていうことのお知らせでございますね。はい。で、ただ今回のこのね、アルパインポーテージのバージョンに関しては、おそらくかなり男らしいモデルに仕上がってるっていうのが推察されます。なぜかというとですね、こう2つのモデルと比べましょう。このアルパインポーテージがついている、何でしたっけ、8828ですよね。別に僕レッドウィングの中の人じゃないんであれですが、8828のモデルと比べると少し分かるんですけどね、
どこかしら可愛らしさが整あるというか、カジュアルしてるというところがあるんですよ。ここですね、モッカの部分のステッチが、このクリーム色って言ったらいいのかな、うん、この感じじゃないですか。だから全体的にね、ここがトーンを上げてる要因にもなってるんですよね、うん、でこの、チア部分のね、この辺りとかウェルト周りも含めて、かかとウェルト周りも含めて、このクリーム色のねステッチを使われてるっていうところですよね、うん、そう。なのでこの辺りが非常に、いわゆるこうカジュアル味があるとすると、僕は、少し敬遠する部分ではあるんですよ、うん、まあいいんですよ、悪いって言ってるわけじゃなくて、僕が欲しい、緑色のブーツからすると少し遠いなと思ってたところ、今回のモデル見てくださいね、よいしょ、どうですね。ステッチが基本的に、まあ、ウェルト周りに関してはどうしてもね、同じような、クリーム色のステッチ使われているものの、他のアッパーのステッチは全て黒でおそらく統一されてるんですよ、うん、で前回のこのモデルね、この、8086のモデルと比べても、8086ってピューリタンステッチの部分が全て真ん中は白で統一されてるじゃないですか。これはこれで可愛らしいんですけど、おそらくこれも黒で統一されてるっていうところで、今回のモデルに関しては、まあね、仕事終わってんのに、うん、今回のモデルに関してはここも黒であるっていうことは、そういうことです。かなりハードコアな仕上がりをしてるっていうことですよね。男らしい仕上がりになってるってことで、そのいわゆる最近そのユニクロのね、太めのパンツとかね、非常に おすすめされてる YouTuber さんいますけど、ああいうものをね持たれてる、あれのカーキ色とか黒を持たれてる方からすると、非常にね色味が統一される、カーキ色を履くとそれよりも濃い足元になるから非常に締まる印象になるでしょうし、黒いパンツからするとこの黒のソールとかステッチが黒なので色を拾ってるっていう意味ででもいいんじゃないかなと思っておりますが、いかがでしょう、おしゃれ男子たちはどうですか。まあ僕が買うかって言われたらどうかな、欲しいなとは思います、欲しいなとは思ってはいるものの、うーん、まあ、物を見たいですね見たい、うん、いいなと思いますよ、とてもいいなと思うんですけど、うん、買うかな、どうなんでしょうね、その辺、コメント欄でお聞きください、うん、はい、うなぶろの信者の方であれば僕が買う買わないはもう当てれるでしょう、ショートです、はい、でですね、なかなか今年、もう7月も末ですよ、今日が7月30日ですね、コロナとかいろんな感染症が、ね、直近でこうガッてまた流行り始めてる中、忙しさもあって、革ジャンの企画があったり、まあ、時計の企画、時計に関してはねもう買っちゃってるんですけど、はい、革ジャンの企画しっかり、ねその G ジャン買いたいななんていう話も、まあ、昔から延々とやっている中で、やっぱり買いたくなるのが男の性じゃないですか、うん、で、私皆さんとうとう買ってしまいました、買ってしまったんです。それがね、たまたま、まあ詳しくはまた次の動画というか、もう少し撮影環境が整ったらすぐにエイジングさせていきたいと思っておりますので、楽しみにお待ちください。本日は以上でございます。なかなか楽しい街に引っ越してきましたので、ぜひお見かけするようなことがあれば、東京でお見かけするようなことがあれば、お声かけてください。もうちょっと仕事で呼ばれてるので、はい、チャンネル登録、高評価お願いいたします。では次の動画でお会いしましょう。
さようなら。アルバインポートです。いいですね。じゃあ。